はい、皆さんこんにちは。第17回鉄道模型動画シリーズでございます。いきなり声がして驚いたことと思いますが、今日からナレーションをつけてお伝えしていきたいと思います。初めてのナレーションでちょっと慣れない部分もありますけども、まあ一つよろしくお願いします。はい、さて、今日は前回横に設置していたストラクチャー等を、縦方向に移動しまして、で、その後どうなったかと、ご覧の通り、とりあえずここまで完成しました。で、追加でドラムを敷設しまして、ここに駅ビルを建設しようと思います。この後もまだ道路にラインテープ貼ったりとか、いろいろやらなきゃいけない部分たくさんあるんですけれども、まあ完成までお楽しみください。で、もう一つはこの新幹線の高架をかさ上げしました。で、高さを合わせるのとレールのメンテナンスをしやすくすること、走っている車両を見やすくするということで、かさ上げ工事を実施しました。で、加藤の橋脚にはこの L 字型のプラ棒をですね、ホームセンターで売っています、このプラ棒を所定の高さにカットして、で、両面テープで貼り付けました。で、続いて各コントローラーに接続されている配線のごちゃごちゃを改善しました。で、どうしてもこの一帯にはコントローラーが集中しますので、線材が絡まって、で、大変な状況になっていました。で、そこで結束バンドやそのスパイラルチューブを利用して、で、このように、まあこれでもごちゃごちゃしてるんですけども、まあ、とりあえずはきれいにまとめることができたかなと思います。第17回鉄道模型動画シリーズ、いかがでしたでしょうか。次回もお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。